懐かしい。俺できるかな。ということで今日は一輪車で遊んでいきたいと思います。小学生の頃、周りの友達はみんなやってた。でも正直僕は一度もやったことない。周りの男子から聞いた話によると、男子はちょっと痛い思いするって聞いたから怖すぎ。でも僕もあのくらいスイスイ乗りたい。やってみるとタイヤ2個の時はあんなに楽だったのに1個だと大違い。激痛に耐えながら先生のマンツーマンの教えで、すげえ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 。そろそろ俺も慣れてきたことだし勝負しようか。かかってこいや。コースは至ってシンプル、時計回りに一周するだけ。初心者の僕は今回ハンデとして半周のみ。勝てそうな気がする。後ろから猛スピードで追い詰めてくるチャム。今勝ったんじゃないですか。残念、努力も虚しく敗北。俺青森の一輪車マスターになります。今日はこの一輪車で帰ることにします。何時間